おはようございます。いや、どうもね。いやね、もうあっという間にね、夏になりました。皆さん、夏っていうかね、北海道ではまだ夏の前、初夏というところですかね。バイクの季節もやってまいりました。私は本当に嬉しいことでございます。今日はですね、ちょっと皆さんにお知らせがね、ありましてね、バイクをね、かきながら、ちょっとやってみようかなと、お伝えしようかなと思っております。私ですね、絵ばっかり描いてるわけじゃないですね。絵ばっかり描いてますけども、イラストをですね、生かしたですね、イラストを使ったですね、グラフィックデザインをですね、やっているんです。それが本業っていうか、何が本業か分かりませんけども、それを、メインにですね、30年ぐらいですね、やっておりまして ね結構やってるんです。私も結構やってますよ。ずっとそういうことをしてます。デザイン、一筋でございますね。でですね、この度、事務所をですね、移転することになりましたね。今まではですね、私、旭川というところでね、やっておりますけれども、仕事しておりますけれども、同じ旭川なんですけれども、旭川の中の、美術館がね、ございます。新規一点ですね。一応あれですよ、私だって、毎日新規一点のつもりで やっております。本当にね、今度の移転のところは、今まではですね、あの施設の大きなね、施設の中の2階の奥の部屋に事務所をね、借りておりましたが、今回はですね、路面店っていうんですかね、通りに面しております。そして周りにマンションもいっぱい、お家もたくさん ありまして、1階部分ですんでね、マンションの1階部分なんですね。例えば道行く人にね、あ、おはようございます、おはようございますとかね、言ったりとか、あ、今日もあれですか、お買い物、あ、そう、気をつけてとかね、そんな風にね、喋ろうと思えばね、そんな場所になっておりますのもんですから、全然今までとはね、環境が違うのであります。普段はデザイン事務所として今まで通りですね、デザイン制作ね、お客さんのその名刺作ったりですね、ポスターとかね、イラストというものを通した印刷物ですとか、パッケージのデザインですとか、オーダーを受けてね、イラストを描かせてもらったりとかですね、そういうこと、全然内容わかりません。やりたいことはね、絵を通してみんなが喜んでくれることしたいなっていう、私はそういうのが好きだなっていう、それは変わりませんので、すごく来やすい場所になるんですね。駅から近いんですよ。時和公園ってね、いい公園があるんです。旭川にね、旭川のもう駅からまあ歩いていきますよ。まあね、非常に歩いて町から近いです。町というか、買い物公園だとかね、三陸街とかね、そういうところからもう非常にね近いので、ね、私のグッズとか絵の、グッズですね、イラストとかね、そういうのですね、例えば、あれですよ、お手紙便箋セットみたいなね、とかね、まあちょっと分かりませんとかね、あとはアート的な、ね、もの、誰かに送りたいな、何か送りたいなっていう時に、心がね、こもったようなね、そういうメッセージ性のある、アート作品っていうんでしょうか、販売します。そういうお店の機能も持たせる。その時は SNS でですね、私インスタグラムと Facebook ねやってますので、小川健一で出てきますので、そこでねお知らせして、今までのブログがね、ちょっと画像いっぱいになっちゃって、ブログをちょっと、止めましたのでね、インスタグラムかフェイスブックでね、チェックしてもらって、この日、来週末オープンしますよと、
ショップとしてオープンしますよ、みんな来てねみたいな、そういう投稿しますんで、その時に合わせて、来てくれればですね、そういう日を作ります。はい、あとはスケッチ教室ですね。新しい事務所はね、スケッチ教室やるスペース、まあそんなに広くはないんですけども、あのスペースがあるので、少人数制のね、まあ、6人から8人ぐらいかな、1回ね、そのぐらいのスケッチ教室をやろうと。あのすごい、あのメガネかけた50代の男性限定のスケッチ教室とかね、いいです、面白くないです。あとは、鉄道好きの人限定スケッチ教室、例えばみんなで、JR なんていうの、電車を描こうとかさ、駅行ったっていいっさ、ね、写真から描いてもいいっさ。あとは常盤公園がね、すごい綺麗なね、もう自然たっぷりの公園がねすぐそばでございますよ。歩いて3分ぐらいじゃないかな、もう最高なんで、そこでねみんなで木とかね、あとは何でもあるわね、あの池とかボートとか、あとちょっともうちょっと常盤公園そっち行ったら、あの旭川で一番というかね、あの有名なあの旭橋とかね、大雪山見える、もう最高です、最高です。はい、そうありますので、そこでみんなで歩いて行って、ね、絵描いてね、帰ってきて、あの私のところのね事務所でね、あの色をみんなで色をゆっくり塗るとかね、そういうスケッチ教室もできます。もう最高でしょ、最高なんですよ。なのでそういうスケッチ教室のもやりますよ。普段はデザイン事務所としてあのやってますんで、そういう風にね、みんなが楽しくなるようなね場所としてね、オープンします。2024年のですね、いや、いい絵だな、これいい絵になってきたな。7月の、8日かな、8日月曜日から、始動という形で、今ね引っ越し作業をしておりますね。引っ越し作業、これはね楽しくてね、本当に夢みたいです。本当に嬉しくて、あの準備してますんで、本当にね、またどこでもですね、こんなとこだよみたいなね、中の様子とかそういうのもアップしていくんで、本当にね、本当にありがとうございます。こんなことやらせてもらって、もっともっとね、みんなが楽しいなとかね、笑ってほしいな、みんなに、とにかく笑ってほしいんです、もちろんみんなにね、笑わせたい一心ですね。そういう場所をね作っていきますので、どうか、お楽しみにください。はい、ありがとうございました。